よ。ね、朝方差し入れだとか言って来て、ねえ、ねえ、ねえお前それピねえ玄関先で俺崖出てこいとか言って言うねえ、お前自分の彼女とかに言われて、ねえそれでお前次の日よな、タイソンとその大沢霊士がねえ普通にコラボしたらどう思うんだよお前ら、なあなあ、お前らマジ全員変態だろ、気持ち悪いんだよ本当に、なあすげえ気持ち悪いよお前ら、なんで俺がそれであのなんか文句言われなきゃいけないんだよお前、普通言うのお前ら大沢霊士に言うべきだろ、なあなんでお前言ったんだって、お前近所迷惑だしよってね、しかも玄関席でお前ガキとか警護に言ってただろって言うのが普通5人会なんじゃねえのみたいな感じじゃん、さあ5人会何それみたいな、ねえなんだよその会は、なあなんなのお前らほんと死んだ方がいいよお前ら、ねえなんなんだよお前その5人会って、お前らの感覚信吉はまあいいとしてさ、ねえなんなのお前ら、ねえなんなんだよお前らは本当に、ねえなあお前もうみんな勢い余っちゃってお前みんなお前話すって言ってなってんの、お前らのこと詰めるって言ってさ、お前言ってくれてもうすっげえ嬉しいけど、ねえお前俺が反射だと思われちゃう、反射的な感じになっちゃう、ねえみんな反射的に動いちゃったよお前反射的っていうのはお前反社会連合じゃなくて、お前はその運動神経の反射だよお前、俺が言ってんのはそっちの反射連合ね、おち俺はかけちゃってっけどね、万華鏡シャリンガンね、マジックさんね、マジで、はあ、お前ただの勘ぐらいだよ、大爆笑、お前大丈夫今鉄お前お今までの話聞いてた、ね聞いてないんだろな、大沢霊士が一昨日朝ね4時ぐらいからずっと来たのよ俺ん家に、それを言ってんの、それでタイソンとかラオウとかね、あの内藤豊がコラボしたのよね、次の日とかに、それで俺は怒ってんのよ、それ分かったお前ね、勘ぐりじゃないんだよ、さっきも言ったけどね一人ね